皆さんこんにちは、こんばんは、ます、なおです。今日もバルザックビーストやっていきます。今回のパーティー構成は守り人、魔剣士2人の大進化ですね。で、装備や心構成に関しては左側に乗ってる感じです。で、今回は、魔剣士2人にバフ消し武器を装備します。で、1人がラミアスの剣で、もう1人が魔力の宝剣ですね。で、バルザックが進化の秘宝の力ですかね、それをやってきた際に、攻撃力、守備力で悪い確率があるんですね。それを剥がして立ち回っていく感じですね。まあ 100% 剥がせるわけでは、消せるわけじゃないんですけど、でもそれを消していくことによってダメージとかが入りやすくなるので戦いやすいんじゃないかなって思います。ただ、まあ、ラミオスの剣に関しては、まあ、イオなんでね、あんまりダメージが出ないんで、それがちょっとね戦いづらいなと思います。で、こちらもシャドなんで、そこまでねダメージが入るわけではない。ただこの追い返しがかなりいいダメージ出るので使ってます。で、まあ強いて言えばね、獣耐性っていうのを、外科の獣耐性っていうのを火力要請にすればもっとダメージは出るんですけど、硫黄の硫黄にしても100万なんですけど、やっぱりバルザックのね、メラゾーマとか、まあ、攻撃、まあ、ブレスとかに関しても被ダメージがね結構大きいんで、やっぱ外貨シリーズを装備させたりルーンバックラーで、獣耐性を取った方が、まあ、安定感につながるので、今だ火力はね落ちちゃうんですけど、まあ一応装備させてます。いいダメージだねこれ。あとはまああれですね、火力特化にして魔剣士を火力特化にして、で、まあ守り人の応援やら、あとは気合ためやら、あとなんだっけ、強者の炎月輪の妖精の秘術かな、ああいうのを使いながら、あとは最後に忍者の威圧、ああいうのを使いながら、最後に魔剣士にフォースブラストをやらせれば、多分一撃で倒せるんじゃないかなって思います。一撃で倒せればちょっとやってみたいなと。やってみせろ。一撃で倒せると思うんですよね。私の番だね。これで決まり。でもまあやってみた感じ、やっぱりフロートが一番楽でいいかなって思います。昨日出したフロートの動画なんですけど、やっぱあの構成でまあ何回かやっぱりやってるんですけど、かなり楽だし、全滅の恐れが結構少ないですね。まあ、本当に大神官ばっかりが麻痺しなければ、全滅の恐れは、ないのかなって思います。やっぱね、ストロス大神官にストロスの杖を装備させたりしたんですけど、やっぱね、逆にストロスの杖を装備させた方がやりづらかったですね。ストロスの杖って開幕守りの盾いきなりで入んない、いきなりないんですよね、その守りの盾が。
2期級のやっぱ開幕守りの盾っていうのがかなり重要だなってやっぱり改めてね感じました。なんで最初のうちに麻痺攻撃を受けちゃうこともあるんで、それを考えるとやっぱ守りの盾がどれだけでかいかっていうのが、あとは休みとかもね食らったりしちゃうんで、なんでやっぱりね開幕守りの盾っていうのはどれだけ重要かっていうのは分かりました。なんでやっぱストロソン杖だと開幕守りに立てないんで、本当逆にやりづらい。ストロソン杖もね回復量上がってプラスいきなり守りに立てがつくような感じに強化されればかなり使いやすいと思う。特に麻痺攻撃してくる敵に関してはボスに関しては、まあ連戦待ちですよね、あれもね。私の番だね。いつまでいくよ。あとは元気の源がでかいんですよね。日級に関しては。まあ、バルザック攻略で早く楽に倒すにはやっぱりあのミネアですね。ミネアの武器、回復武器、あれが使いやすいんだろうな。欲しいですね。さあここはいいダメージで、あーここはステミアンのか、あ攻撃やった。うわスカっちゃったんだここ。ここはステミを入れていきます。私の番だね。いつまで行くよ。ね、これ200しか食らわないけど、これがね外貨、全部いなかったら結構火ダメージでかいんでね。英雄の槍が外せない。ほんと外せないですね。やってみせろ。もうここはちょっとダメージですね。私の番だね。インガが残らないとね。まあ剣士の場合は。ちょいなんですけどね。1万2000。これで死ぬ。これで終わりかな。でこれで終了です。でバルザックの心は、Dランクで、今回もご視聴いただきありがとうございます。自分の動画の高評価、YouTube チャンネル登録のもお願いします。